皆さんこんにちはユキです。えー、本日なんですが、えー、過去に今年行われたダボス会議の動画あ上げてますが、えー、ダボス会議に招待された企業は、まあ、これだけありますよねっていうような話しました。えー、その時にですね、えー、これ、カタカナ使われてますよ。日本の会社じゃないの、もしかして。っていう話もね、したんですが、えー、今回、このソラミツっていう企業、 それとこっっちはククリリププトトになります、えー、ソラっていうクリプトこれもしかしたら将来的にすごく価値が上がるんじゃないのっていうことをちょっと調べて思ったんでその話をしようと思います。まず最初にこちらの記事なんですが今世界の中央銀行でデジタル通貨について多くの実証実験が行われているのは皆さんもご存知ですよね。えー、これはカンボジアのお話になるんですがちょっと話そうと思います。 えー、ドル支配とデジタル人民元カンボジアが挑む通貨独立という記事になります、えー、2020年カンボジア国立銀行中央銀行は世界に先駆け中央銀行デジタル通貨 CBDC バコンを導入した電話番号を登録するだけで電子財布が利用できリアルタイムの個人間送金や銀行口座への振り込み QR コード決済といったサービスを使える カンボジア中銀による CBDC 導入の目的は大きく2つあるあらゆる人が必要な時に必要なサービスを受けられる金融包括を実現することそして通貨独立を達成しこれを維持することだ世界銀行の統計によれば同国における銀行口座の保有率は20%に満たず多くの人が金融サービスにアクセスできない アンバンバクドな状況にある一方で携帯回線の契約率は100%を超えるブロックチェーン技術を活用して通貨をデジタル化しこれに対応したサービスを展開できれば膨大なコストをかけなくても金融インフラを強化できるとの読みがあったそこでカンボジア中銀はブロックチェーン技術に精通する日本のフィンテック企業ソラミツ東京渋谷の支援を受けて CBDC の開発に乗り出した。 ソラミツの宮澤和正社長によるとカンボジア中銀院から最初の打診を受けたのは2016年末だったというそれからわずか4年も経たずしてカンボジアは CBDC の導入を実現した新型コロナウイルスの感染拡大がなかったならばその時期はさらに早まっていただろうテクノロジーの側面ではソラミツの貢献が非常に大きかったのは事実だただテクノロジーだけでは CBDC は実現しない それには既存の金融関係の協力が不可欠だった彼らがそっぽを向いていては使い勝手の良いサービスは実装できず普及が見込めないばかりか金融システムに大きな混乱が生じる恐れすらあるただ既存の金融関係にとっては CBDC は脅威にもなる自分たちのサービスが駆逐される恐れがあるからだまたアンバンクドな人々は中銀にとって手を差し伸べるべき対象である一方 民間企業にとっては将来の顧客だ。これを中銀に刈り取られてはたまらないそこで中銀は金融機関の恐怖心を和らげるのに「不審した」「バコンは脅威ではない金融の屋台骨を支える決済システムになる」「プロジェクトを主導する千谷セレイ総裁補佐」「県統括局長はこう問い」って回った。 時間とコストがかかっていた銀行間決済が効率化されるなど金融機関にとってもバーコン導入のメリットは大きかった銀行決済も含めると足元の利用者数は延べ1090万人に上る、えー、同国人口の6割を超える数だまたバーコンは独自の QR コードを展開するのではなく各金融機関のコードに対応する形をとる ここにもミずら顧客を開拓してきた金融機関への配慮がつけるはい皆さんここまで聞いてどう思いましたえラ空光宮沢社長 ?CBDC を4年で完成させるえなんかちょっとすごくないって思いませんねうんしかも地元の金融機関、うん、に何か配慮するとかさ日本人らしいよねっていうかさうんいいじゃんって思いませんなんか。 ね、じゃあ続きを見ますね既存のプレイヤーが展開するサービスを利用できるならばそれでよしサービスが届かない人にはバコンの電子財布を利用してもらうそれがカンボジア中銀の実現しようとしている金融包括の在り方だ足元でバコンに参加する金融機関の数は増えているがまだ中小の金融機関や一般の企業が自由に使えるようになっていない。 カンボジアでは無担保で少額の事業資金を融資するマイクロファイナンスに頼る中小零細企業が多くいる現金による貸し出しや回収がバコンに置き換われば事業の効率化が見込めると同時に金融包括も進むだろう我々にもバコンを活用するメリットあるとチャーローチャームロンマイクロファイナンスの ヤニック・ミレフ最コ系責任者 CEO は指摘するただバコンを利用するにはさまざまな規制やえ制約をクリアしなければならないため現実的な選択肢になっていないとも同使用は話すバコンの取り組みはまだまだ途上にある、えー、忍び寄るデジタル人民元の陰、えー、カンボジアの中銀が大手金融機関へ配慮を重ねてきたまで バコンの導入が急いだ背景に通貨独立という悲願がある同国には自国通貨リエルの信用が低くベイドルが支配的な地位にある混乱を避けつつドル依存を減らし通貨独立を果たすのに CBDC が有効だった民間の電子財布は一般的にベイドルかリエルのどちらかを選択する形に載っており ベドルが圧倒的に好まれる一方バコンはドルとリエルの双方に対応し意識することなく両通貨を使えるまた市中の小額決済ではリエルが使われることが多いためバコンでリエルを持ちこれを利用することに躊躇がなくなる実際バコンによる取引の25%はリエル決済となっており徐々にリエルの存在感は強まっている。 たただドル依存を出したからといいって油断はできない中国の影響力が強く及ぶカンボジアには発行間近とされるデジタル人民元の影も忍び寄る自分たちが通貨のデジタル化で手をこまねいていては今度は大国の CBDC に飲み込まれる恐れもあったデジタル通貨は現実の貨幣よりも容易に国境を越えるそれは脅威を招く一方経済振興の好機にもなる カンボジア中銀は21年8月バコンを活用マレーシア大手銀メインバンクとの間で即時の送金サービスが可能になったと発表したマレーシアに出稼ぎに行く人は多いこれまで本国に送金するには手間とコストがかかる国際銀行間通信協会 SWIFT が実態が不透明な地下送金などを利用するしかなかった CBDC の可能性に着目しているのはカンボジアだけではないバーコン開発を成功させたソラミツの技術にはラオスやベトナムフィリピンなどが関心を示す CBDC は経済安全保障に密室に関わる日本政府とも話し合いながら各国の導入の機会を探っているタイは年内にもリテール型 CBDC の試験運用を始める見通し で、えー、香港金融管理局やアラブ首長国連中銀などの、えー、CBDC を用いた国際決済の共同研究も開展開している、はい、ここでは、えー、ソラミツの技術にはラオスやベトナムフィリピンなどが関心を示していて、えー、ソラミツの宮沢和正社長は、ね、ここにも食い込みたいというふうに日本の 政府とも話し合いをしているみたいな、うん、こと書いてありますよ。はい、ここにはね、この各国の、まあ、CBDC の状況、デジタル化をしようとしているんだけどね、ね、うん、どこまで進んでるかみたいな。XDC5% 値上がりしたの、うん。そうかそうか、XDC な。はいちょっとと続き読むと うん、ベトナムラオスフィリピンカンボジアタイミャンマーインドネシアシンガポールね、うんはい、一方暗号資産については慎重な姿勢を示す国が少なくない資産の裏付けが透明性でギャンブルの要素も強すぎる、うん、カンボジアの人が言ってるね、うん、タイ証券取引委員会は今年4月暗号資産を用いた決済を禁止した暗号資産が、えー、浸透すると金融システムの 安定が損なわれると警戒,警戒感が当局にはある。はいということでここまでが空ツについてね、うんえー、カンボジアで行っている、ねまあ、事業の,前の様子も少し含めて、うん、ちょっとイメージできたんじゃないかなってこと思います。はい、こちらも空、ね、ツのまあ記事になりますね。えー、今度は、ね、東南アジア諸国連合の、ね、話になりますが、えー、アジア開発銀行。 ソラミツや富士通と国際証券決済でで連携1月26日の記事ですねアジア開発銀行 ADB はフィンテック企業のソラミツなどとブロックチェーン分散台帳を使った証券決済システムの実証で連携する東南アジア諸国連合 A 線と日中間で作るアジア債券市場育成イニシアチブの一環で他国間での証券取引や決済の効率化を目指す。 えー、アジア開発銀行が26日空光のほか富士通米ブロックチェーン企業の R3 コンセンサスと実証実験を始めるとでここで、まあ、読めないんだけど有料だからねうん R3 社入ってますよあのパートナーになってるんじゃないのこれ空光すごくないちょっとって思いましたね はい、こちらねちょっと古いんですが2018年10月22日の記事で「仮想通貨の管理システムロシア小シリーに提供空っという話ですね。フィンテックベンチャーソラミツはロシア証券取引所グループに対し仮想通貨などの取引履歴などを管理するシステムを提供した同時ブロックチェーンの技術を使い安全性や拡張性を高めたのが特徴仮想通貨の相場ということで、まあ、これもね突然読めないんですが。ソラミツとロシア連邦証券 えー、保管振り替機関が、まあ、共同で新会社を設立って言って書いてあるんですけどこれはあの一回ロシアはアン号さんに関する法律作って NG にしたよねだけどその後あの今回の戦争でまたあの見直されたっていうか、うん、やっぱりやめたっていう感じで。 この新会社を設立したってついてるのかなついてるんだったらさ、ね、今さロシアと中国とどこだったっけなちょっと忘れたんだけど新しいさ SWIFT の代替外国際送金システムみたいなの新しいの作ったよね。うん、これそれについてまた次回話しますがっていうことは、ね、そことも関係してるんだったらさ。あの ミツもさこうそこにあのパートナーとして入ってる可能性あるよねって話になりますねうんちょっとわからないけどねはいということでええー チャートを見てみたいと思いますが、これが冷やしになってますね。ポロニ X で、ソラー USDT ですね。うん。チャートを見るとね、これ冷やしね。で、これがポロニ X に上場したのは何 ?2021 年6月だね。っていうかさ、このチャートを見ると、 今価格がさ、九十マイナス98%ダウンしてるね。うん。で、価格が、何これいくらこれどういうこと ?9.5?9.5? 何桁が多くてよくわかんねえ。9ドルってことこれ皆さん。合ってる ?9 ドル ?9 ドルえ いくらつけたのこれ最初何1万6,000ドルえどういうことよくわからないんだけど合ってるみんな15870点180何これどういうこと合ってるえ 1万5,800ドルつけてたの最初そういうことでこっから一気にまあビットコインが、ね、暴落しているからさ暴落したからその影響もあって暴落はまあ一緒にしてるとは思うんだけど冷やしでだよ何これ一気に <laughs> 生まれて 一回底つけたのは653ドルでてやってるみんなこれ俺の読み方大丈夫だよね600だってほら96ドルでしょここね百696ドルで一旦リバウンドしたみたいな <laughs> で今は9ドルってことね九9ドルうん ていうんチャートがゴミけどさ最初に評価されたさこの価格何これ1万6,000ドルえ <laughs> よくわかんねえんだけど1万6,000ドルから9ドルまで暴落してるんだよ今なんかさ今 あの、読み上げてきたさソラミツのあのやってる事業のさ価値とチャートのこの空の価格がなんか全然合ってねえっていうようなさ感覚だよねうん俺に言わせるとなんかそう思いますけど皆さんどう思いますねよくわかんねえななんだこのゴミみていのチャート チャートはゴミなんだけどさやってることのなんか評価はなんかできるよねまあ評価って言ってもね俺も別に素人目線だからさね皆さん、うん、だけどやってることはさねなんかそこら辺のベンチャー企業とは全然違うじゃんって思いませんそうでしょ？うんそうでしょっと CBDC に、まあ、カンボジアとはいえさねカンボジア中銀の CBDC のさね構築担当してるねそして仕上げちゃってんだからさ うん、だからそういうところを評価できるでしょうって話だねけど価格がチャートがゴミまず、うん、チャートはだけどゴミなんだけど9ドルつけてるっていうのは何これって話ですね皆さん、うん、9ドルだよだって、はあ、なんかすごいよねチャートはゴミなんだけど価格9ドルつけてるっていうのは逆に言えばすごいねだってまたさ 始まっったばっかなんだよ、ね、この落ち方ビットコインが暴落しててね冬の時代でしょ今ねまだだからあのー、ある草コインなんていうのはさ圧力にさ押されて引っ張られてね一気に80%とかさ落ちるとかさねあるんだけどだけど99%下げてるからねやっぱゴミだねけど9ドル保ってるよねよく分かんないねうん ただやってることの仕事のさ難業としては何か評価できるような感じはするんだけどね俺はね皆さんどう思いますかねうん。はいということでね今回はここまでにしますか。えー、日本の、えー、企業でね、うん、とてもなんか優秀な企業なんじゃないのこれっていうようなね企業空光、えー、についてちょっとね話しましたが。 ダボス会議にもね、まあ、招待されてるっていうか、ね、そこら辺は今のニュースを読んでああなるほどなってことは分かったんだけどなんかチャートはゴミなんだけど9ドルつけてるっていうね <laughs>、うん、そういう状態ですね、うん、だけど日本の会社ちょっと企業頑張ってほしいねなんかっていうことを思いました応援したいよなっていうなんかね気はします本当に頑張ってほしいマジでって思います はい、今年のね、ダボス会議にも招待されていた日本のブロックチェーン企業だね。うん、ソラミスについて、この企業優秀じゃないのと思ったんで、皆さんにご紹介しました。やってることが、まあ今までね、クリプトの動画結構皆さん私作ってきたでしょね。で、会社についても色々さ、考察したりさ、これ詐欺だよとかやってきたじゃん。ね。で、そういうまあ動画上げてきた中で、 この会社は他のベンチャー企業と全然違うんじゃねえのっていう風にね思ったんですよね。うん、優秀じゃないのって思いました。だから将来がすげえ楽しみなんじゃないっていうことで、えー、そのねソラミツがやってきてるねあの事業についてご紹介して、で今はあのチャートを見たんだけどまあよくわからないチャートでゴミなんだけどチャートはね9ドルを保っていて、うん、で何なんだろうって思います。 思う何なんだろうなってことは思うんですがまあビットコインは暴落はしているんで、うん、押されてあの下げてくるのはしょうがないよねだけど99%っていう致命的なところまで下げてきている、うん、けど9ドル保っているっていうのも興味深いところだし取扱い所が少ないからまだ全然みんながさ知らないんだろうなってことを思いますね。っていうことはこれはお宝の可能性ありますっていう うん、風にも見れますね。うん、はいではね、えー、今日の動画面白かったら、ぜひグッドボタンを押してください。うん、で、チャンネル登録を、えー、ぜひしてもらって、えー、次回ですね、ビットコインと XDC とステラとリップルとイーサリアムとチャート分析のね動画を上げたいと思います。はいそれではありがとうございました。 はいとは言ったものの皆さんねビットコインのチャート分析だけはちょっとしとこうと思いますね、えー、皆さんね今私はあのチャート分析のね動画ちょっと多くなっちゃってるかわからないけど皆さんはチャート分析とか相場分析の動画は嫌いですかあのね今はあの皆さんと一緒にねあの次のさビットコインバブルに向けたあの勝利の話しているんで。 発揮してファンダメンタルズとかねそういうものよりもチャート分析がとにかく大事だと思ってるんだ私は、うん。なんで動画の、あのー、ファンダメンタルズとかさニュースとかの動画よりもチャート分析の動画が多くなっちゃうかもしれませんが、うんあのー、チャート分析の動画あんまり好きじゃない人はちょっとねあのー、少しの間我慢してねあのー、お付き合いしてくださいって思いますね。うん 今さ本当に狙ってるからさ狙ってるっていうかあの責任持ってあのやってるからさ俺動画ね皆さんにあの大口叩いてるから <laughs> ね <laughs> だからあのよろしくお願いしますねはいでは、えー、ビットコインのドールだってですが、えー、動いてないですねほとんどね横展開ね、うん、この高値ねこの高値とねこの下は安値との間をこう横展開してるだけ。 で変わらないんんですがねうん、下つけて上つけてね下つけると上は、うん、このラインまでねだけどまだつけてないね一応ね、うん、で下はこのラインだねで落としてきた2回目落としてきた時は途中で切り上げて上に今ね上昇してるっていうね状態ね、うん 非常にこことやっぱり似ているね、うん、ずっと言ってきたけどさ、ねうん、戻り高値売りしかない本当にそういうふうに思ってますけどね一応ね、うん、今一応こっからあのショートポジション持ってます俺で、うん、一応まあそうねこの延長線、うん。までがこの斜めのラインを つけて切り上げるまで、うん、上抜けるまではまあ今のショートポジションを握ろうと思いますね、うん、一応ですねここの斜めのラインまでねこういってもおかしくないしこの上の斜めの水色のラインまでもう一回つけてもおかしくないですね、うん、けどここから下げていってもおかしくないというふうに思ってるね、うん、やっぱりここの ね、あの週足のこのプライスアクションというのは、うん、でかいんじゃないかなってことは思いますね、ただまあ、それも一応分析の範疇で、うで、ん、まあ、今言った通り、この斜めのラインとこの斜めのライン、どっちかつける、あの切り抜けるまで、あの上にさ、あの抜けるまでは逃げろと思ってますね、今のショートポジションね。はい、うん、ということで。 えー、ビットコインのね、えー、目線は依然変わらずこのピンクのラインね、うん、まで落ちるんじゃないのっていうふうに、うんまあ、変わらないねこれもねはい株価もおそらくあのー、S&P500 と、ね、ダウの話もしてきたけどさ落ちると思ってる、うん、今は短期的に上がってるよ、うん、短期的に上がってるけど安値割ってないよね うん、だから、えー、もう通り売りだよね、うん、するんだったら。っていう風に思いますね、うんはい。ということで、次回も詳しくまた話したいと思いますね、チャート分析のほはいでは、今回もありがとうございました。じゃあね。